こんにちは、元ブログチャンネルのタカです、今日もですね、サッタ峠やってきました。で、まあ、あいぬきのお天気がですねちょっと曇りで午後から雨が降ってくるということなので、富士山はねちょっと見れない確率高いんですけれども、まあ、YouTube 見てるね、お友達のトールちゃんが、ちょっとねサッタ峠行ってみたいということで、今日ご案内することになりました。初登場のトールちゃんにねちょっとマイク回したいと思います。チャス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 、今回、人生初ツーリングをタカさんと一緒にこの友達からもらった愛車ビシャモン号で、生活感バッチリで、行きたいと思います。皆さんどうぞよろしくチャース。ではお返しします。はい、そしたらですね、もう早速ね、ちょっと走っていきたいと思います。で、まあ、トールちゃんの愛車ビシャモン号はですね、まあ、原付、まあ、50cc なので、法定速度を守って、私が後ろからちょっとカメラで追っかけていきたいと思います。それじゃあ、準備していきたいと思います。はい、そしたらですね、早速、バイクに乗って、サッタ峠行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ車がね流れが、流れたら、サッタ峠、行ってみたいと思います。前走るトールちゃんのバイクはですねビシャモン号はヤマハのギアですね、はい、で 50cc なので、まあ、法定速度、を守っていきますのでちょっとゆっくりのペースになりますけれども、動画をね配信しながら行きたいと思います。で、今から行くですね、まあ、サッタ峠、まあ、以前の動画でもね、ご紹介したと思うんですけれども、まあ、静岡県の、静岡市、清水区にある峠で、ね、まあ、江戸時代の、末期の浮世絵師のね、宇田川広重さんの、東海道五十三次、ゆいっていう作品でも有名な場所になります。で、まあ、東海道の五十三次のですね、ゆい宿と、沖津宿の間に位置しますね、ちょうど真ん中ぐらいですかね。はい、もう本当に絶景で、まあ、あの今日なんかはね、ガスがかかってますので、ちょっと富士山高い確率でちょっと見れないと思うんですけれども、まあ、トールちゃん場所近いのでね、場所だけねちょっとご案内すれば次からいつでも来れるので今日はね、行き方とかもその含めてちょっとご案内したいなと思います。はい、で、まあ、サッタ峠ってねすごい難しい字使ってまして、サッタのねサっていう字がですね、まあ、ジス規格の第三種水準なんですかね。なので、まあ、本来その変換なんかで出てこないので、まあ、サッタ峠っていう表現を、まあ、金文字を使ったりとか、まあ、ひらがなで、サッタって書いてまだ峠だけ入れるとかねいう感じでねやられてるケースが多いと思いますね。はい、まあ、喋ってるとねもうちょっとしたらね、信号があって左に曲がると、もうあのサッタ峠の入り口になってくるんですけれども、で、まあ、今から行くね静岡市の、沖津地区ですねと由井地区の、境界付近では、山が海と突き、山がね海へと突き出すあの形状になっているので、まあ、古くはね海岸線を、波に触られないようにということで、その、なんですかね、対処する方法、対処する必要があったので、そのために、山側の迂回コースとして作られたのが、このサッタ峠と言われていますね。はい。まあなんか本当、
まあね、今日ちょっと原付と一緒なんでね、ペースはゆっくりなんですけども、なんか気持ちいいですね。曇りなんですけどね、まあ、寒くもなく暑くもなくっていうことで、結構心地いい風が、あれですね、流れてきますね。はい、前のね、今点滅してる信号がありますけど、そこを左折ですね。で、まあ、前回の動画の、まあ、あきちゃんの時みたいに、その Bluetooth の、 あの電話、まあ、そういうのをしないで、もう先にちょっと場所だけ説明してっていう形でやってますんで、僕とね、トルちゃんは今会話がない状態で、今走ってる状態ですね。はい。でも場所も近いんでね、動画はね、もうスタートからカットしないでそのまま流しっぱなしって感じですね。はい、ここを行き過ぎないかどうかがね、ちょっと気になるところなんですけどね、ここ鋭角に登っていきます。まあ、動画でね、ちょっと先に見ててくれてるんでね、いいと思います。これ原付登るのかな。はい、はい、ここを登っていきます。結構結構きつそうですね。多分ね、スロットルこれ限界ですね。全開だと思いますね。はい、原付だともうこれアクセル全開の感じですね。もう結構辛そうですね。まあ、僕のねスクーターはね125なんで、まだスロットルに余裕はあるんですけども、原付だともうスロットル全開で多分そうですね、5キロとか10キロ出ないぐらい、5キロぐらいですかね、10キロぐらいですかねって感じですね。まあある程度ね、アクセルをずっと開けっぱにしてると登ってくるみたいですけども、結構きつそうな感じですね。はい、本人なんかね、ちょっともう結構足でもアシストしてるような感じですね。はい、なんかね、そのバイクなんだろう、お友達からねもらったみたいで、本当に公道を走るのが今日が初めてみたいなことを言ってましたね。はい、なのでちょっとテンション上がってますね。まあバイクって気持ちいいですからね。まあちょっとね、原付だとね、ちょっとやっぱり限界があるんで、まあ近いうちに限定解除した方がもっともっとこう楽しさ広がると思いますんでね、限定解除するといいなと思いますけどね。まあまあ、とりあえず所有したばっかりなんで、まずはちょっとバイクのね楽しさ、知ってもらうっていうことで、まあいろんな近場のところでですね案内したいなと思いますね。もう話してるとね、もう頂上に近くに来ましたね。で、まあ曇ってるんですけど、すごい景観が良くて、まあ、私が、まあ、静岡市内で一番まあ好きなとこですね。こう来るとなんかこう本当に気持ちがいいっていうかね、スカッとする感じで、静岡に来た時には皆さんぜひこの幸田峠、立ち寄ってみてください。非常にいいとこですね。はい、話してるとね、もうすぐ宇多川博重さんの、作品、の舞台になったね、さった峠に、到着します。はい、もうね、桜とかはねちょっと4月の、まあ、中旬過ぎて、るのでね、もう散っちゃってますけれども、まあ、そういうね桜がなくても、結構満喫できるコースなのでね、その季節を問わず、何度でもね、何回でも、私は来たいと思いますし、来てますしね、結構ここはねおすすめのポイントです。はい、もうゴール近いですよ。もう左側ですね、もう国道1号線ですね。もう絶壁の上に立ってますんで、はい、そろそろもう見えてくるんじゃないかな。はい、こうやってねバイクの後ろを追っかけして見てみると、
改めて見るとこう、ね、50なのにやっぱりその新聞配達仕様で使われてるやつみたいで、まあ、ギア自体がね全部共通だと思うんですけど、タイヤとかすごい太いですよね。私のあのアクシストリートよりもかなり太くて、積載能力はもうすごいあるんで、キャンプツーリングとかね、まあそういう、まあ排気量は別の問題であると思うんですけども、積載能力なんか結構あって、結構なんか、拡張性のある楽しそうなバイクだなと思いますね。はい。あ、到着しましたね。見えてきましたね。いよいよ見えてきましたよ。今ウインカー出してますけど、ここをもう左折すると到着って感じです。今到着しました。もうライダーが今一人来てますね。サッタ峠、こちらがサッタ峠ですね。でこちらの、ところ、マスの中に、ちょっと止めたいと思います。はい、到着しました。はい、今バイクも降りてですね、サッタ峠やってきました。こちらがですね、毘沙門号、トールちゃんのギアですね、バイクになります。はい、結構荷台とかね、キャリアとかあって、スーパーカブに、と同じような感じの積載能力があって、もともと新聞配達号みたいな感じですね。はい。で、あっちの向こうで、黄昏れてる、トルちゃんですね。で、こちらに向けるとですね、まあ、本来であれば、富士山が、くっきり見えるんですけど、今日はもうガスがかかってて、3時くらいからなんか雨が降ってくるみたいなんです、ちょっとね、富士山はちょっと残念なんですけれども、もう富士山がね、なくても結構ね、景色堪能できるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらの、まあ、峠からね、見える、まあ、富士山と駿河の景色はですね、東海道53次に、残されるほどの絶景で、今ね、見えてる、高速道路、透明の宣伝材料とかね、様々な素材にも利用されています。で、またここから見渡せる由比地区が、東名高速道路と国道1号が並行してる、走る区間で、交通の要所でもあることなどから、静岡放送とか、テレビ静岡、NHK 静岡が、サッタ峠、周辺に、情報カメラを設置してるっていうことでも、まあ景観の良さっていうのがね、納得できるっていうか、と思います。で、まあ、現在の国道1号線は、海岸線を、沿うようにね、走ってるんですけれども、サッタ峠は、主要道路の位置づけからはちょっと外れてますね。で、道幅がね、動画でも見ていただいた通り、一車線ギリギリという狭さなんで、ちょっとね、車で来ると結構きついんですけども、峠のね、最高地点というか今いるところですね、石碑とか駐車場があるところなんかは整備されていて、ちゃんと駐車スペースもあります。今ね、回してこう駐車スペース、こう走ってきたところはこうで、で、こう行くとね、トールちゃん映っちゃうんで、映しますけど、映っちゃいますけど、はい。で、こう駐車場がこうあって、で、おトイレ、お手洗いがあって、それで、石碑があって、で、ぐるーっとこう、また戻してくると、こういう風に、サッタ峠の、まあ、絵になってるような構図っていう形になります。じゃあね、到着したのでね、ちょっとね、感想でもね、ちょっと聞いてみたいと思います。はい、今サッタ峠ね、到着しました。で、まあ今日トールちゃんのリクエストで、サッタ峠来たんですけれども、まあ初サッタ峠ということでね、ちょっとコメントもらいたいと思います。サッタ峠のトールちゃん。はい、トールちゃんです。サッタ峠からお届けします。まあ現地ありで来るとですね、足を使わないとちょっときつかったです。はい。でですね、こちら綺麗な海となっておりますが、静岡に私もですね、少し前に来たんですけれども、静岡海のイメージなかったんですけれども、来てみたらなんとすごい海がたくさんあるんですね。そう、ここは駿河湾。駿河湾はファンタジーがいっぱい。
いろんなお魚が釣れます。はい、普段は海から見る景色もこう山並みがいっぱいあって綺麗なんですけれども、山から見た景色もとっても、海が見えて、いつも釣ってるポイントがいろいろ見れて、潮目も見れて楽しいです。でちょっとこの辺映してもらえると、結構ですね、オレンジとかですね、フルーツもいっぱい静岡作ってますよ。はい、静岡は美味しいフルーツもたくさんあります。僕を広報大使に任命してほしいぐらいです。はい、で、まあ、今日は初めてのツーリングだったんですけれども、まあこのブンブン、本当にブンブン言わせて頑張ってくれました。帰りも安全に帰って、今日も楽しい一日を締めくくらせていただきたいと思います。見てくださった方ありがとうございます。ツーリング一緒に行ける方は一緒に行ってください。こんな顔してますよ。中身は秘密。では。